アーズは2003年のイギリス、フランス、イタリア合作の青春映画。監督はベルナルド・ベルトルッチ。出演はマイケル・ピットとエヴァ・グリーンなど。英国スコットランドの作家ギルバート・アデアの同名小説を原作とする。2003年9月1日に第60回ベネツィア国際映画祭でプレミア上映。ロンドン映画祭やサンダンス映画祭などでも上映された。 日本では2004年7月31日に日本ヘラルド映画配給により公開された。キャッチコピーは1968年パリと愛し合った。である。1968年5月革命前夜のパリ。アメリカ人留学生マッシューは映画フリークのデモでもう卓頭主義に傾倒する左翼活動家の双子の指定イ,イザベルとテオに出会う。 イザベルとテオの両親が旅行で留守にしている間、3人は同居することになり、親密になっていく。カッコ内は日本語吹き替え性描写のシーンが激しいため、公開されたほとんどの国で、レーティングにより R-15 以上の指定となっている。ハンガリー、アイルランド、イスラエル、日本、ニュージーランド、ペルー、南アフリカ共和国、大韓民国、スペイン、台湾、 イギリスでは R-18 指定となっている。冒頭のデモ衝突の場面で、ジャンピエール・レオが出演するが、実際に彼は当時運動に参加していた中心的な人物の一人である。本作では、その当時の記録映像に映し出される若きレオと映画内で若き日の自分を演じるレオの姿が交互に映し出されるという高度なパロディが展開されている。 ありがとうございます。